ブンクルは、インドネシア、スマトラ島西海岸の都市。2014年1月の人口は328,827人で、ある。ブンクル州の州都であり、州最大の都市である。英語並びにオランダ語の個名はベンクーレンである。1600年代にはイギリスは、ジャワ島北西部にあるバンテンの港を拠点として、南スマトラのランプン地域で、 高信領貿易を行っていたが、1682年にオランダ東インド会社が万ン,ンを攻撃し、オランダに擁立された王子が、新スルタンとして即位したためオランダの影響力が増大し、オランダは万ン,ン港からオランダ人以外のすべてのヨーロッパ人を追放した。このため、イギリス東インド会社は、万ン,ンに代わる拠点として1685年に、 ベンクーレンという名前でこの地に拠点を建設した。1714年にはイギリスはマールボロトリデをベンクーレンに建設した。この貿易拠点は香辛料の主要産地から遠く離れており、調達が困難だったために採算が合うことは全くなかったが、イギリスはこの拠点を一世紀以上維持し続け、最終的には百二十四年にベンクーレンは英蘭協約によって、 オランダ領マラッカと交換され、オランダ領となった。1832年には、アメリカ発の極東特使であるエドマンド・ロバーツが、ベンクーレンを訪れている。この時の人口は1万8000人と推計され、オランダ人、中国人、ジャワ人、インド人など多様な人々が住んでいた。当時チャイナタウンが、町の中心部の南側にあった。その後は、 インドネシアの他の部分と同じく、第二次世界大戦後に、インドネシアが独立するまで、ブンクルはオランダ領だった。1930年代にはスカルノがブンクルへと流刑になったが、彼はここで後に夫人となるファトマワティと出会っている。ブンクルは低地にあり、周囲には沼地が広がっている。19世紀半ばには、マラリアや、その関連疾患が蔓延していた。 文ルは、澄んだ断層の近くに位置し、地震や津波の被害を受けやすい。2000年6月に起きた地震では、少なくとも100人が死亡した。近年の報告では、文ル周辺を含む南スマトラ海岸部において、今後数十年以内に、海底地震による浸水の危険性が高いとされている。2007年9月に起こった群発地震においては、13人が死亡した。 オランダ統治時代、ブンクルには農園があり、パールシー人がナツメグやメースの収穫を行っていた。ナツメグは菓子へと加工され、また胡椒も大量に産出された。米やコーヒーも少量生産されたが、これらの多くはパダンから輸入された。また果物や刺激動物も多く生産された。ブンクルの町にはブンクル州唯一の大学である。 文久ル大学が存在する。ありがとうございます。